まあ、その人にちょっと失礼になるんですけど、まず俺に似てるっていう条件を言っちゃうと、まあ、似てるじゃないですか、その人も。なんか無能そうなんですよね、なんか無能そうなんですよね、お前ね、言っちゃ言うなよ、お前それは。いや、ただ自分で言うのもあれですけど、使えなさそうじゃないですか、なんか。まあ、とりあえず今日は時間はあるんやろ、今回。あるっぽいです。で、後で引き連れて、スタウトの旅で食べに来たんです。で、その人との親交を深めて、メンバーに加入できるかどうかっていう判断も必要やん。絶対年上だしな、コギ使いにくいな。コギ使いにくい。出るから次に向かいますね。あー、見えないな。もうちょい前、もうちょい前、もうちょい前。はい、いいですか。ちょっと、そういうのお願いします。俺マジで分かんない。左見てるんで。はい。右見てください。はい。マジで、俺本当に。左は OK です。あ、右全然ですね。あと、致命的なこと言っていいですか。はい。運転すると俺喋れなくなるってことが分かって。左 OK でーす。あ、右全然でーす。OK。いやー、右折が怖いっすねー。怖いっすね。とかが来るだろうなとか思ってたんですよ、大学生とかの、はい、思ってたらなんか、しっかりした大人の方が来られたんで。いや、だってなんか無能そうなんですよね。中金に似てる人みたいな感じでしたよね。そうそうそうです。だけど、もうバッチリなんですよ。あ、いいですよ、僕ニコ生やってたんですよね。あ、そうなんですか。今は顔出しで、顔出ししてた時もありましたけど。あ、そうなんですか。その後はずっと実機配信でやってて。ああ、あ、じゃあもう上り坂なんでもっとアクセル踏んでいいですよ。頑張ってますね。頑張ってますね。全然、いや、ちょっと助かりますよ、ほんと。任せてください。ブレーキ、ブレーキ、こっち切る、こっち切る、こっち、はい。俺どこに止める、え、あ、止まるぞ、これ。助かる。ああ、そういうことですね。ああ、来てる来てる。わかります？来てる来てる。ああ、さすが。すごい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 。おおおおお、うまいうまいうまい。ブレーキブレーキブレーキ。はい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 。うまい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 。はい。まあ目立つよね、これね。まあ、というわけで明日の実践店舗出るからつえ。まあ明日の下見もなんかできればなと思って、ちょっと見てきます。もう無理っすね。さあ、お願いします。本物の運転をしてください。行きましょうか。どうしようかな、下行こうかな。来てください。お願いします。正式に言いますけど、はい、来てください。お願いします。まあやっぱその決め手は、はい、やっぱそのニコ生もやられてたっていうのが多分でかいと思うんで、やっぱり、うん、すごい頼もしい兄貴ができたと思ったんで。多分一番のメリットは運転してくれるから。いや、なんて言うんすか。それ俺言わんようにしてたじゃないですか、今。何そのこと言うんすか。厳正なあれの結果、稲見さんと加入することになりましたね。厳正な結果、いや、まあ1対1号というか、うん、だから名前は1号ね。名前は1号、1号、1号の方がいいですか。よろしくお願いします。第1号です。とりあえず1人、これで最悪2人での、ちょっと2人は勘弁してほしい。最悪2人でのKinKiKids方式っていう可能性も出てきてるんで。また明日。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。こいつ、ちょっとマジで嫌なんだけど、ちょっと今日なんですけど、シングルって空いてますか？
大丈夫なんかな、補正も使っていいんかな。俺8月の時どうやってしよったっけこんないきなり使っていいか、明日も止まんないといけないでしょ。おはようございます、本日は12月3日デルカルツです。来店です。ね、やばいでしょ。あれできたんですか。俺できましたよ。あ、すごい。心強い。あの88番。というわけで今日デルカルツ2日目ということで、はい、昨日なんか佐賀県行ったんですよね、スカート活動。行ってるじゃん、行きました。デルにも来て、でスカート活動はしたしましたけど、人はいなかったんで。じゃあまあまあ、そうっす、出る費用だけか、まあ、どうせするから忘れそうですよ、その時間。まあ、あとはだから今後の、まあ、せっかくメンバーが増えた、メンバーがまあ同行するかどうかも別として、どう使うかも、まあ、いいよ、趣味打ちしててでもいいし、一緒にその知恵を出し合って勝つのもよし、直り打ちにするのもよし、それはもう、あとはもう中金リーダーにそれは中ザエルの運命は託されてるんで、その辺はまあ俺考えてまして、今日はまあ普通に出るからずっと戦おうと。う、ね、まあとか危ない今日、本当危ないと思う。まあ危ない、これがね、まあ事故だけには気をつけて、はい、こっちで事故りたいと思います。そうやね、うまいこと言った。おはようございます。おはようございます。よし、暮らせれや、暮らせれ、暮らせるぞ。おほほ、暮らせれでいいやろ、とりあえず。というわけで暮らせれ一番から、まあ昨日ね、そのやっぱ勝たないかってことは分かったんでね、まあ、昨日出てるからね、間違って捨て置いてねえから、やば、2戦目、早いって、3戦目、初ベル、初めてベルが揃った59ゲームにして、やばい匂いがプンプンする、もう5000円なんですけど、早くない、ちょっと。いや、だいぶクラセレとかお気に入ってんだけどね。せやん、もう6000円。あった、139ゲームおー、違う、6000円。よし、155ゲーム。違うな、ちょっと違うな、これラッチ上がんな、今もなんか AT 傷したくなってきたな、やめたいな、久々絆打ちたいな、なんかな、久々にね、なんか昨日バジスリー打って、あのクソさに嫌気がさしまして、あ、高額っぽいよ、やったらまだ絆の方がいいやんって思えちゃって、ちょクラスレーはちょっと違ったな。てか目押しがもう全然できん。おお、赤道着54ゲームあれ打つの久々なんで、ごめんなさいね、ゲイちゃんで行くわ。こうなるからな、俺が打ったら。というわけで追加と、大丈夫、絆とかまだやれる、そんな気がしてる。あるんや、3回目。よし、いいよ、絆おもろいよ、終わってもうたよ。272枚1万3000円できたぜ。絆をさ、終日ぶん回す人はさ、どんな気持ちでさぶん回すんやろ。
よっぽど原作が好きなやろか。おイライラしかしない。知らねえから甲賀と伊賀のそんな争いとかっていう思っちゃう。こいつもやべえ女だからね、言っとくけど、もうクソ女だよ。周りのこともうちょっと考えんと。おぼろ16000。で玄之介も玄之介やぞ、お前も。ほんとお前もほんとやりちんが、もうやりちんとやりまの忍者の話だろ、もうこれ。バジリスクなんて、ハジリスクや。つまならせーべ。もう何言ったらいいよ、もう。つまらせー。つまら9000やぞ、もう。甘えめ。ないぞ、金。もうないぞ。バジスリーがクソすぎるだけで、絆も全然クソだった。何が面白いんやろ、これ。やっぱお前はやっぱなあれや、撤去や。申し訳ないけど。そして例のごとく花火バケシしてる。ナヨさんが撃ってたやつ、ナヨさんの釜を掘ってやろう。もうさスロットでさ負けるとさ、まあやる気が一気にそがれるから、いろんな意味で絶対に勝らないと、ね、いけないんだよバカ野郎。275元バケ、ただバケだろこれ。199元バケ、メダル飲まれてるし。テキ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 、え、いやー、わー、マジかよ。嫌いだー、バチンコスロット嫌いだー。もうはい、お疲れ様でした。お疲れ様です。時刻はただいま5時ぐらい。結果がですね、マイナス3万5000だ。俺多分あれなんですよ、自分自腹もちょっと出してんだよな。多分1万ぐらいは出してんですよ。それも負けてるから、お、マジ金ない。あと多分口座に1万もない気がするから、いやバジやな。バジのせい、マジバジのせい。なんでバジとかって、もうほんとクソやった。バジめっちゃぶっ込んでましたもんね。うん、で今日佐賀に来たけど、佐賀にスカウトしてないから、そのお金はもらってないんですよ。ああ、それをやんないといけない。それやってくれでもよかったんですよ、別に。俺の代わりに。いや、もうそういう、任務、役目ももう担ってるんで、全然やってもらっていいですよ。じゃあ、もういないですか、その人。いや、もういないです。ボート出場いきます。めっちゃ近くにあります。そしたらボートもできるし。ああ。ちょっとでも帰ってくれば。ありがとう、出るからです。3万5千円の負債をありがとう。だよ、あんた負けてんだよ。そう、完全にバジのせいだ。2日目にしてボートすると思わんかったけど、まあいいや。よし、これが大体ここに書いてあるのが戦績で、モーターとか、お金をですね、下ろしましてですね、あと8000円しかなかったんですけど、ちょっとガチでちょっとこんな感じで。一番来てほしいのは126、頑張れ6。もう1は当たり前のように、そうよしここ、よしね、あ、ほら、やばい、終わった。福島選手7.3で元の作品を中在りありません。テイクさんに、でもテイクさんやったらもう気心が知れとるけん、もしやるって言ってくれたら俺めっちゃ嬉しかったんですけど、まあ聞いた上で結局仕事だと仕事なんかい。4、5、6、ちょうどトントン、マジトントン、何しちゃったか。どこに泊まるかやから、はい、というわけで、なんかもうずっとこの二人の絵だけど大丈夫ですか皆さん。そろそろ飽きてるんで。いや飽きてるけど、コピーがね、なんてできてる。今日出るに来てくれた
方、いつも来てくれる人いるんですけど、の地元の方が働いてる店に来たらスナックだったっていうお家なんですけど、まあ、とりあえず、まあ、お酒飲むのも初めてなんで、はい、どうです、どうです。いや、まずあのちょっと俺今日初めて多分この旅でいっぱいこれでイライラするだろうなっていうのを今日1個見つけたんですよ。イケメンが来るんですよ、パーって。あ、中木さん、水を見てます。あ、中木の舞台入りたいですけど俺似てないですもんねってイケメンが言うんですよ。ちょっとイラッとするじゃないですか。イラッとするっていうか、まあそうやけどってなるじゃないですか。俺かっこいいけど、そう、俺かっこいいけど、いや俺かっこいいけど言ってないけど、その顔でね、今日来たのトリプルAみたいな顔して、今月買いにくいな。あ、来て、無能そうなんですよね。なんか俺トリプルAみたいな顔して来て、入りたいけど俺似てないもんなって言われた時の俺なんて。